原監督、松田二塁の仰天采配を説明、攻撃に転ずるということですね。巨人は逆転負け、悪夢の5連敗で借金3となった。原監督はスタメン入れ替えだけでなく、仰天采配。5回に松田が代打で登場し、内野安打で移籍後初安打を記録すると、そのまま二塁で起用。プロ18年目で初のポジションとなり、最初の打球処理で一塁へ悪送球し、失策が記録された。ビハインドの展開での松田の二塁起用。思い切った策についてはヒットも出たし、攻撃に転ずるということですねと説明した。ボテ頃のラッキーヒットをヒット扱いかよ。狂ってて草。意味不明。半分やのやろこれ。マジで途中休養してほしいレベルで壊れちゃってるな。精神攻撃かな？いやえぐいわ。おじいちゃんのコメントやばいねー。これが楽しみやわ。もう、勝ち負けなんかどうでもいい。打席の内容とか全然見ずに結果しか見てないんだな。攻撃に転じてソロ2本で草。攻撃に転ずるて、豪快な内野安打でしばらく安泰だなこや。まあこれでは勝てんわな。